さあということで今日は早瀬さんと過ごそうかなと思います。ではランク9にありますね、いきましょう。お願いします。よし、今日はラーメンですね。例の推薦がかかってた試合、昨日だったな。お、勝った、負けた。俺に対する愚問だな。もちろん優勝したぜ。本当におめでとう。俺を誰だと思ってる。ま、ありがとうよ。本当に終わったんだよな、俺の競技人生。急に空っぽの気分だ。これからはどうする、競技はどうする。就職しようと思う。家族を守るためにというとカッコつけすぎだが、もう当てはある。死んだ親父のつてで車のメーカーにな。少し遠いとこにあるんだ。替え玉頼め、おごってやるから。ありがとう、無理するな。あ、いくらでも食っていいぞ。お前に会ってからいろいろ分かったよ。俺はずっと学校や家族のせいにしていた。自分と向き合うことから逃げていた。お前に会えてなかったらきっと今の自分を不幸だと思ってただろうな。お前のことは忘れないぞ。ハイエスの決断を打ち明けられた。そうということでランク9ですね、ありがとうございます。リーチですね。いろいろ準備だの挨拶回りだのがあってな、寂しがる間もなさそうだ。また飯食おうぜ。もう何度会えるかわからないが、それにしてもうまいなラーメン。そうか、そういう結論出したんだね、林さん。さあということで夜になりました。おおかえり。ただいま。そういえばそろそろ満月だね。まあ敵とかもういないんだけどさ、癖で気になっちゃって。そういう、ああそうだ、なんかまた涼二君来てるみたいだよ、順平の部屋だって。順平のやつまだしんどいはずなのに友達呼ぶなんてちょっと意外。あの二人実は結構マジでいい友達なのかも。そうか、涼二君が今日も来てるんだ。で今日はマダちゃんとアイギスと過ごせそうですね。の新しい力、そっか、どうしよっかな。そうそう、そうか。さあ連絡はワックとワカンツだね。これ結構悩みどころですね。どうしようかな。アイギス行くか、タルタロス行くかですね。タルタロス行くか。全員布石可能であれば、行きましょう。お、では、行きましょうか。お願いします。結構ねギリギリになってしまいましたからね。
も経営者の第二アルカナカード。ペルソナのパラメータを上昇する。そう、ということで素晴らしい。で、かけらに行こう。楽しみにしております。気配がいい。173から178巻あたり。そう、気配がいい。そうそう。で、154階ににゃんとも小さなお客様が舞い込んでるようです。154ね、とりあえず。私からのお願いです。でね、結構依頼の方もあるんだよね。この辺もできるだけ頑張りたいですね。それでは。もし、ということで編成はね、どうすっかな。まあ一旦レベルで考えるか。主人公純平、アイギス、コロちゃんでいきましょう。で、とりあえず猫ちゃん探しから行こっか。154だよね。この辺から行きましょう。まあぶっちゃけこの辺はね、新エリアで戦闘は重ねていけばいいかなって思うんで、まあ、そもそも逃げちゃうよね。コロニアンモールで有名人を見ました。日曜の通販番組に出てる社長さんです。おー、おりますよね。マジ？田中社長だっけ？まあとりあえず通り道に何かしらのアイテムがあればそこだけ取ろうかな。おー、あるんだ。まあパスで行きましょうか。あー、レアデキさんもいるね。置かれている箱はなるべく開けてみてください。きっと役に立つと思います。お、ホームングロスだ。確かに開けてみるもんですね。これはめちゃめちゃ嬉しい。希少なシャドウを確認しました。で、こっちの方か。コロちゃん。おー、現金ですね。箱の中身もらった。で、あったあった。階段です。これでこの間におそらく猫ちゃんがいるはず。いるね。白いですね。コロマルさん、やる気十分でありますね。我々も続きましょう。オッケーです。のかけるごこ、ありがとうございます。おかえりなさい。もし、では改めまして、あの新エリアの方行きましょうか。ここの次かな、教会フローが。
興味深いです。よし、行きましょう。おお、カラフルですね。ハラバさんですね、ハラバ。すごい道がくねくねしてる。お、お宝発見。さあ、飛ばず。もういきなり帰るやつあるね。ねえ、いきなりやばそうな方がいらっしゃるね。階段あったが、とりあえず見たいかな。というか強敵さんのフロア、ここって。ただちょっと見たいな。さあ、ムリタジェムで大丈夫か。では行きましょう。なんだか目がチカチカしますね。集中力を保つのは難しそうです。不意の襲撃に注意してください。あ、宝箱があります。さら何も怖くねえ。俺っちに全て任せとけ。おお、お願いします。はい、さあ、では戦っていきましょう。クレイジーツインさん、まあ色合い的に多分闇やたんじゃねみたいなところはある。 OK、多分、総攻撃さえ持っていけば倒せるぐらいのレベルかな。大丈夫そうですね。オランダさんが選べるんだ。そっか、考えてみれば、占いしないな。まあいいか。しゃあない。で、階段、このフロア、はい、おお、すでにマヤさん、誤算のマヤさんになってる。武者系の方もいるね。強そうだな。そうだな。多分ね、武者さんはね、ガルで、だよね。マヤさん、ジオ系だと思うので、ちょっとここは、複数系が、ミシャグジ様がいるか。ペッタンさんでもいいか。ペッタンさんで行こう。オッケー。まあ、とりあえずひたすら正直にいいでしょ。結構使っちゃいましたからね。さあ、開けましょう。はい、グロー。ね、大丈夫そうかな。さあ、では続きまして175階です。おお、あるね。あの、
を検知、ご指示を。おお、統計か。まあ、アギ系かな。サケバスさんか、まあ、持ってるよね。ここは経験値にしましょう。もしかして。ここは全員コードで。で、帰るやつある。ここが扉か。で、こっちが階段。よし、行きますか。扉を発見であります。うわあ、やばいな。なんだこのエリアは。強そうだな。全能のバランサーさん。普通に強いと思う。多分ね、弱点ないと思うんですよね。クリティカル狙った方がいいか、これは。まあ、じわじわでいくか。OK! 待ってました。硬いね。そうだな、コロちゃんに回る感じで。使用します。やば、主人公を大事に行くか。で、テールギアやっちゃいますか。アクセルハウリング、味方全体の物理攻撃力を1だけ2倍じゃんする。攻撃したいもんな、今回は。ちょっと見たい感もあるけど、こちらで。おお、強いな、やば。うわー、ここすごい際どいな。倒しきれないかな。
おお、ほぼでもね。ちょっと危ない戦い方しちゃいましたね。コミボーナス増加かなりありだよね。まあ、とりあえず今引けるカード増やすか。さあ進行のレベルが60に上がりました。お疲れ様です。いやー普通に強いわ。投資では行きますか。176回。異常な敵に注意。つうかこの床とかバリッと割れたりしねえよな。おー、バラバラか、3体。無のでいけないかな。さすがに難しいか。無の。OK。ナリティさんか。なあ、所持金とナリティさんかな。そうか、2枚選べるわ。クラマテングさん変えちゃいましょう。ボッコボコにしてやったであります。まあ、とりあえず宝箱だけはたどりたいよね。まあ、大丈夫そうかな。では177回です。お、いますね。いつでも行けます。ご指示を。シャドウ発見。戦闘態勢に入ります。あ、いるね。クラブでパーティー。はい。おお。やばそうだね。回っちゃうね。まあ、ジオ系だと思うんだよな、この系統は。まあ、もっとこう。じゃないんで。まあ、弱点取れば割とダメージは入るんで、よっぽど大丈夫かな。まあ、所持金、経験値。そう、準備レベルが51に上がりました。よっしゃー、新技ゲット。マハラグカじゃか。そうか。ここちょっと分けたいもんな、単体と全体ね。もっ
対ないのはわかるんですが、ガードギルかな。ボッコボコにしてやったであります。そう、とりあえずまずは一体ヘガルダイン、ダメージめっちゃ入った。あ、耐えるんだ。えい、そうか、耐えちゃうか。さあ、風花ちゃんレベルが60上がりました。階段、うん、未完成ジェム、なかなか出会わないですね。ってなるとこっちか。とりあえずフロア的にも未来だか、これで。そう、一人目ですね。ご機嫌。気配が。で、ちょっと先だね。194から197。そうそう。の168。それでは。そうか、とりあえずペルソナ合体させますか。主人公のレベルがね、60に到達したんで、何か。ようこそベルベットルームへ。できることが増えたかもしれん。上書きしてよろしいですか。登録いたしました。合体さて、探すといたしましょう。ウィシャモンテンさん行きたいなぁ。良い選択、引き継ぐスキルをお選びください。強大な力を授かって、うま、これはこれは。いいね、レベル65だね。で、ラファエルさんいける。内装城さんはね、ぶっちゃけ依頼用に作り直す可能性もあるんで、まあ使っちゃってもいいとは思ってる。良い選択かと、どちらを継承なさいますか。かなりの力を授け始まります。まあ全体技主にしようかな。マハガルダイン、まあ、こんなところですかね。合体するペルソナをお選びください。もうシンプルにレベルがって感じだよね。あとはもう一つ上がればひっくり姫さんだったりクバンナさんだったりがいけるか。どのようなペルソナが、私も必要な素材は揃いましたかな。受けたまわりました。これまで69% まで来ましたね。もう中で7割か。ありがとうございます。またのお越しをお待ちしております。そうだな、どうしよっかな。猫ちゃん救出行くか。
おや、ああ、ちゃんと教えてくれるんだこのタイミングでも。依頼を受けていただけますか。ああナチュラルに達成してた。素晴らしい。やったー、ありがとうございます。それでは動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。